はい、これ5ボルトの供給がパソコンから書き込みしないと5ボルトの供給が始まらないんですよ。デジカメの充電器の5ボルトのアダプターから5ボルト取れるやつを作ります。はい、いらっしゃい。石尾さん、もう今取ってるんで。ああ、しまった、解けるパターンやこれ。 OK、 5ボルト取るやつできたで。はい、できました。とりあえずマイコンこれできたんですよ、石尾さん。はい、改めて依頼品を見てみよう。このさっき作ったこの 5V のコンセント、もう明らかに試作な感じやけどな。ここに挿しますと動作が始まりました、うん、マイコンので、ですね、これ CDI とも同じ動作できてるんですよ。なんでボリュームでアナログ値を下げていくと発信が始まると。ああ、来たね。ですね、だから CDI のコンデンサが充電されていって一定の電圧を越すと消える、うん、発信をやめるというふうにできてます。あと上位のマイコンから点火信号をいただくと、うん、オンしてオフした時に火が飛ぶと、うん、オフしたで今オンしてオフした時に飛ぶと、一瞬飛ぶと緑が光った。これは多分1ミリ秒のはずねんけど、はい、それを知る余地はないんですよ、うん、もしかしたら10ミリ秒かもしれないんですけど、うん、まあええでしょう、うん、でこれを光らせる時の波形がこれですと。 PWM オンと100に近いねオフやね、うんうん、ほい、ということがこれでできましたと。まあこれで引いたばせる準備ができましたということですね、はい、まあ敷地間設けとうから、その間は、うん、まあ10ぐらい設けたで、うん、ちらつくことがないはずやね。前はそのままやったから、ね、境界のとこで、うん、微妙な電圧の差で変わって迷ったけど、はい、これはもう変われへんと。で今日はですね、このそこに置いてあるトランス、うんうん、これね、はい、はい、これちょっとハンダ付けして試作回路作って CDI のアナログ部分作ります、うん、はいはい、ハンダごてかいですね。でサムネはもう釣りですから、あれすいませんってことですね、うん、まあいうことでやってみます、はい、でマイコンに書き込みせなあかんねんね、うん、でも変数とか変えなあかんから、やっぱ市場さんの言う通り、うん、ブレッドボードにマイコンだけつけて、あとはこいつみたいな、うん、でこの間、うん、マイクロビット のスターターキット買ったんですよ、うん、めっちゃついてきたんめっちゃついてる、うん、マイクロビット1回も触ってんのに、サブモーターも来とるし、俺一応触ったで何やかんやん、えマイクロビットこうだんですよ。こうだよ、こうとったん、うん、だからこれにもブレッドボードついてきたんですよ。あ、うん、これ指導さんに渡したんかいな、あれ。何よブレッドボード、なんか1個もろたようなもろってないような、マジ マイコンをこれにつけて、でこっから6個だけ線が出るんやな。で書き込み用の線もここに入れると。ほんで三端シリグレーター、これ秋月のキットですけど、はるか昔に買ったキットなんで、ちゃんとコンデンサーついてる、うん、ついてるんですよ、うん、これに22マイクロつなげって書いてあるのに33マイクロついてきたんやけど、とりあえず全部配置するだけ配置してみようか、うん、これは一番外やろ、あそこに乗っけんねんね、5V のスラム乗っけようか。でかいのを効率的に物理的に配置した後はもうジャンパー線だらけでええんかな。はい、記念すべきワンハンダ目いきますよ。でこここうでしょ、うん、はいはい、この試作6000のトランスもうハンダについてしまいました。でドレインに、ドレインにつないでマイコンのポートに行くやつはどの線にしようかな。ゲートここにつなぐと、これがマイコンのポートにつながるな。10キロでプルダウン、こっからアースへ、パイソンの本交代、うん、で読んでたんですよ、うん、読んでるんですけど、うん、一番最後のページに Python 学習のためのウェブサイトについて知りましょう、その本を否定したんだ、ウェブ読めとQ&A サイトとかプログラミング学習サイトとかウェブ上のドキュメントとか、お前いらんやんでダイオード、おお間違えたやんけ、しおさん、あこれやな、ここにかませばいいやな、マジかよ、めんどくさいないか、マジかよ、マジですか、熱い熱いよ、結構間違えました、しおさんこれでいけるかな、これで OK やろ、でこっちが12V やんな、
12V はこの線でいこうか。ワニグスさんおるんかな。ワニグスさん2つであるわ。あ、黒もあるわ。で結局何してるんですか。まあ、回路組んだんですよ、知り合いの。うん、で動けへんねんけど、トランスがうなるとこまでは行ったんですよ、うん、なんか動けへん動けへん言ってて、でマイコンに行ってる電源測ったら 2V ぐらいしか来てなくて、何やろうと思ったらハンダ付けがちゃんとできてなくて、うん、接触だけになっとった。これでトランスはうなったんやけど火は飛ばんかったんですよ。ってことはこのトランスのプラマイが逆ってこと。そもそもな、うん、あの 600V やったっけ、 300V でできてんの。お城で測ったら。あ、そうやね、それ測らなあかんね、うん、測ろうかほな、お城で、はいはい、てかマイコンのアナログ読ましとる、うん、とこの電圧測ればいいかな、うん、でアナログ読んどる端子がどれや、うん、RA1 やな、これですわ。ここの電圧を読めばええねんけど、挟むとこないのでこいつで、うん、1本ぶっ刺して刺しましょうか、うん、なんかお城ちょっと入れてもらっていいですか。いくだよな、うん、とりあえずさっきたまらんかったんで、トランスのどっちがプラスかマイナスか分かんないんですよこれ。いくで、はい、怖いな。何もこれ、もうこれへん、うん、ピーンとすら言うてない。マイコンの足を見てみよう。あの発信の足ってどれやったっけ。赤の LED つながってるとこだから5か、ここやな。いくで、はい、これが発信されとかどうかですね。うん、しとるしとる。そうね、発信してます。ピーンできんのよずったんやけどな。トランスの片っぽはアースでええねんな。とりあえずマイコンは出てましたと、あの発信はできてましたと。で次、はい、ここ測る、トランスの近く測る、うん、ここでいいんかな。で今マイコンから来てこの FET 駆動したいねんけど、ここやね今、うん、こいつ繋いだのが。プローブの抵抗値10倍にしたんで何ら来てない。うん、何も来てない。さっきマイコンの足測ったやん。マイコンの足からは来とるね。うん、ゲートまでまずちゃんと線来てますか、あの電気来てますか。同じのが来てるはずやんな。この青か、これか。いくでよな。はい、あ、来てる来てる、来とるね。うん、ほんなら実際ちゃんとオンオフしとるかのやつがさっき来てなかったやな。こいつがオンしてないんかな。そもそもそっちに電源来てなくてもあれやな、テスト当てまくるしかないか。もう一回ちょっとちゃうとこで測ろうか。抵抗の前で測ってみようか。いくで、うん、いきます。あ、なんか来た。あ、ちょっと上がっただけやで。離して、落ちた。なんか単に導通しとるだけ。オフになってないんかな。うん、なってへんな。なんで、うん、しっぱなし。そんな要素ないんやけどな。でも多分ね、この 5V で、うんうん、FET がすっきりオンしてくれへんかもしれへん、その懸念はあるね。で俺前な、ここ1メガ繋いどったのよ。で1メガは高すぎるやろと思ってこれ10に変えたんよ、うん、それがあかんかったんかな。1メガにもう一回変えてみようかこれ。うん、アースに全部落ちとった。こいつがオンしてへん可能性あるってこと。まあそうやな、うん、これ変えるしかないな。うん、これ取るのめんどくさいな。はい、おっしゃ、ちょっと抵抗値変えてみましたよ。 FET につながって10キロから 1メガにしたんだね。 FET のゲートですね、信号用の電流入れるとこね。そこのやつをマイコンの足から直接やったっけ。そこのプルダウン抵抗を10キロから1メガにしたんやけど、うんうん、前は抵抗が低かったから、うんうん、電圧が少なかったんやな。抵抗分圧でドロップするから、ドロップしすぎやったと、うん、でオンせんかったと。でこれをやってみますよと。多分、はい、これでいけるはず。ほんでどこに測るかというと、うん、まずアースやろ。あのさっきのここの、ここでいこうか。いくで、はい。お、あー、あかんな。ここでギーンとか言うはずやもんな、ほんまは。うん、上がりっぱなしやな。オンはしたけど電圧が上がっただけやな。ダメやね。ここの電圧見てみようかな。100と1メガが来たって、このゲートにかかっとる電圧見ようか。いくで、うん、置いていってた。ゲートにはかかっとんな、うん、ゲートには来とんな。これちょっとプローブ、抵抗値高い方のプローブ、うん、スイッチ入れとんで。そして見てみ、ここ、上。おお、500Hz、計算した通り出てるじゃないですか。うん、これ計算し、ん？してないか。してない。ごめん、微調していって。微調して、なんかようわからんけどなった。突発しただけやここには来とんねんで。うん。で、こいつがオンしてない。うん、オンしてないね。こいつが壊れとる可能性もあるのかな。可能性はあるね。とりあえずオンはしてないっぽい。うん、オンしてないですよねっていう話だね。ですね。オンしてないか、そこまで電気が到達はしてるんか一応。12V は来とるよね、ここに。一回それ見てみようか、うん、これテスト当てるの怖いねんな。お城で見ようか。ここには来ていますか。お、動いた動いた、うん、12V ですね。 FET がオンオフされてないのかな。オンオフしてない、全く何も起こってない、うん、ぽいね。ゲートにちゃんとかかってない、うん、ゲート落とるよな。ゲートアースに落ちてへんゲートちゃう。そうそう、そういうことかな、うん、左からゲートドレインソースやろ、ゲートドレインソースやろ、うん、ゲートドレ真ん中ドレインソースやろ、うんうん、でゲートドレインソースやろ、うん、ゲートドレインソースやろ。だから左端にこの10キロと1メガがつながっとけんやろ。つながっとるけどな。 FET 壊れとんかな。
あの試しに横にその足でそのままビッてつけてみたら。そうしましょうか、うん、こうでいこうか。それで治るんやったらね、もうつけた瞬間に動くはずやな。いくで、うん、怖っ。これ下手したらショートやんね。まあ反対にしたらね。いくで。はい、何も起こらない。起こらへん。うん、 FET が壊れてるわけじゃないってことはソースが繋がってないとか、ソースがアースに落ちなかったら、うん、それは10人かかるで、うん、それその線やな、うん、今それだけは確認してないですもんね。直接にアースにつけたったらいいんじゃん。いや、アースちゃんと落ちとるよ、うん、FET のもう足に直接直接このバッテリー繋がっとんで、でこっから全て順に来とるから、うん、まあこいつがオンしとるってことはここがいけとるってことやけどな。まあちょ見てみますか、導通を。FET とそこか、うん、ここね、うん、来とるね、うん、来とるな。ここでも来とるね。あかんな、これハンダちょっと俺今回久しぶりすぎて信頼性低いね、うん、2箇所あかんかったもん勘が鈍っとんね。はい、お、いけてるな。発進止まる回路は働いてないってことは、これ逆ってこと、プラマイが溜まってんってことやろ、うん、これに溜まってんな。それも怪しいけど、まあとりあえず発進はしとったよな。こういうのプラスマイナス入れ替えてみようか。これで400できるはずやで。いくで。うん、一緒や。にーって言うとるわ。いや、ここにかかるのは一緒やと思うで。あ、そうか、そこは一緒か。みたいな。で、コンデンサーになんぼ溜まっとるかやけど、うん、そのレンジを5じゃなくても最大にしてもらって。どこ、これ。400ぐらいは測りたいから、うん、100V で。うん、で100で。どこ測れへんや。こいつに溜まるから、こっち向きに溜めるから、ここは。ていうか、マイコンの足に 5V 見とけばええんか。うん。アナログリードの端子が4か。いくで、うん、一切溜まってないな、うん、多分これコンデンサーになんか配線がいってないな、多分な。で逆に逆接すんで、こういう、いくで、うん、うん、何も動かんわ、何も溜まってませんわ。ってことはとりあえずこれは触っても大丈夫やね、パチッと。パチッとなれへん、うん、なったらなったらおもろいけど、ね、だから溜まってないっていうことはここの辺が繋がってないってことやな。はい、じゃあ全部ハンダを疑いの目で見ていきます。ここの電位もう一回測ってみようか。ここを測ってみよう、うん、さっきここ測ったけど、うん、もう一回ここ測ってみようか。いくで、うん、なんかリップル乗っとるな、うん、でもまあリップル乗っとるとはいえ 5V メリハリ出とるな、うん、でこいつ押したら動かない、単にも出ない。でこいつのゲート、こいつのゲートはここやな、オートだよね。このゲートにかかるのをもう一回見てみると出てへんな。出てないですね、うん、ってことはここの駆動に問題があるってことやな。配線まず間違うてないかやけど、マイコンの足から100できて緑の LED 繋がってたとこやから3番やな、うん、3番繋がってますね。3番から100オームできてここですよね。二手に分かれて片っぽはゲートに行って片っぽが10キロでアースに落ちてると、うん、でそいつのドレインに1キロ繋げてます。12V こっちに読んできての1キロかまして、かましたやつをこいつのドレインにつなげてます。ドレインは真ん中です。オートルね。あれ、わかった、塩さん、うん、こいつがのソースがアースに落ちてない。わかった。はい、わかりました。さすが塩さん。3番が落ちてないと。そう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 。あれでもそれ見てなかった。あ、じゃあもうそっちが、いや、なんか浮いとって取れとって言ってたやつちゃうかな、もしかしたら、うん、ソースが右端やから、うん、右端につながってるで OK。 これでいけるわ。あと今こいつのここにつないでます。うん、いきますよ。動かない。あ、発進止まった気がする。発進がじじって止まったな。うん、で動いとんな。あ、アナログ効いてる。来た、あ、来た、ほら、火花飛んどる。今火花飛んどる。あ、ほんまや、ほんまや。あ、来た来た、 FET ドライブも成功した二重でいったやな、うん、だから今ちょっと電圧ビビって低めにしとるんで、うんうんうん、行くで。あ、ちょっと光った。おー、いた。おー、飛んだ。 OKOK、飛びました。ここをちょっと16連打すると16、1秒間に16回飛ぶんですね。うん、それでも遅いな飛びましたよ、塩さん。飛んだな、とりあえず飛んだね。飛んだわ、うん、次やることはですね、うん、このコイルの最大早く溜めれるポイントとか周波数とかを探したいんですよ。うん、例えばなヘルツを PWM の今 500Hz でやってるけど、うん、それをもっとまあ早押して、うん、まあ多分500は遅すぎると思うんですよ、うん、なんで PWM のデューティー比ずっと下げていって、うん、溜まるのが遅なるとこ見つけて、うん、みたいな風にしたいかな。でここの電圧を今からちょっと測りましょう。
ここそこね、はい、300に設定しましょうか。ノーマルの CDI 250V とかその辺ならしいんですよ、うん、で今なんぼでさちってるかを見たいんで、まあ、アースにつなぐでしょ、うん、片っぽアースでコンデンサーにつなぐ、うん、もう400直接測んで、うん、だから100レンジでいくで、ほないきます。 200V か今、うん、200V やな。200溜まってそこで発信、綺麗にあれやね、アナログリードしてストップしとんね、うん、ここを80で 200V やったんですよ。じゃあ160、まあ、1回120ぐらいですか、うん、ビビりながらやってみようか。120、うん、今までこれ計算1個も合ってへんからなんかで、うん、ここを110にしたらええんか、うんうん、これ以下になったらもう一回再び発信始めますよ、うん、なんで、5V は22気筒はずやから、2はこれや、この白や、白を浮かして書き込みすると、はい、行きましたと。んでもう一回 5V のラインを2、これでミスったら終わりやな。これで OK、5V 来ましたよと。んで、うん、行きますよ、うん、これで電圧がちょっと上がっとるはずやね、うん、でもうつないとか出るはずやね、行くで。おい、うん、300やな。300いったら十分よ。まあ290ぐらいかな、うん、うん、ええ感じですね。これでもなんか火弱いような気づきよな。火弱ない、これこんなもん。なんかこれエンジンかかれへんっぽいけどな、こんな弱いやんって。やっぱ FET があかんのかな、切れへんのかな、分からん。短すぎるんか長すぎるんか、そんな連射でもうむちゃ下がっていきようか、下がっていくようじゃあかんねんけど、うん、全然あかんな、溜まってないな、うん、まあ、とりあえず飛んだけどなんかえらい下がっていきようじゃんってみんな感じですね。とりあえず、まあ、とりあえず成功はしましたね、うん、火花飛びましたよ、うん、おめでとう。はい。